はい、マノチです。よろしくお願いします。メジャーライフ、やっていきましょう。今日でシンシアちゃんとどうにかならんかね。なってほしいですね。よし。頑張ろう。そういえば、前々回がオールスターの時で、オークリーが気づけばどっか行ったっていう時だったんですけども、奥いポジションなのに、勝手にどっか行っちゃうんだ、みたいなコメントあったんで、やっぱあれだよね、なんかこう、奥いポジションでことを考えたら結構不自然なところはあるね。ちょっと待って、勝手やす、おい、普段勝手に走んのに、それだけ勝手やしんのか。高めの球、空振り、ピッチャー追い込んだ。そして4球目、直球打った、どうだ、これはいったか。はい、ナイスホームラン。ホームランです、ホームランが出ました。ソロホームラン、ストレートを見せた。そういえば、今週の17、病院ですね。慢性脳秘書の方ですね、に17病院で、あと27に、血液検査をちょっとねしてこようと思ってまして、別に27は強制的に行くとかではないんですけども、ちょっと血液検査をねしてきますよ。観客もスタンディングオベーションで祝福しています。シーズン満塁本塁打のタイ記録達成だって。どうせだったら記録更新したいね。満塁ホームランに関してはな、俺一人じゃどうしようもねえからな。生配信、この前生雑談したじゃん。その時に質問で、ぶっちゃけパワーメジャーどうですかって質問があって、試合以外は面白いって答えていたから。流しファールボール、惜しい。一塁へ牽制球を送りました。カモン。さあ初球ファールから、ボール直球外れました。真ん中打った、どうだ。いいんじゃない、なんかこう、俺あれだな、センター方向に打っただけでなんか引っ張った感じがするな。やたら飛んでるよね、さっきからね。ごめん、やたら飛んでるよねって見た俺、ホームランの本数の方見てたら156号か。さっきから150メートル弾いっぱい飛ばすなと思ったら、本数だったわ。ごめんごめん。今日は調子良さげですね。今日何する、何する。シンシアちゃんを勧めたいけども今料理できないじゃん。そういえばジェイコブがなんか話持ってくるらしいんだよ、その交渉のなんか話、契約の話持ってきて、保留っていうのを選択できるみたいなんですけど、保留を選択すると怒るらしい。なまらうざいよね怒るなよって話だよな。いや何にもできないよねきっとね。シンシアちゃん超むずくない。他の女の子もなんか選択肢とか用意されてんのかな。なんか一人だけなんかすげえ難しい彼女枠な気がするんだけど、ホームじゃないと何もできないところとか、あとその選択肢をミスるともうどうしようもないとか、他の子もなんかまあ条件きつくてもやってればどうにかなるって話じゃん。さあ1球目ストライクから真ん中打った。自分じゃどうしようもないことがあるってのはしんどいよね。今思ったんだけどさ、
これうまいことやればさ、マノッチ前のランナー抜かせないかな。やっぱりちゃんと使用上抜けないようになってんのかな。なんかやってみたいね。直球見送ってボール。抜けないのかな。やっぱ抜けないようになってんのかな、ちゃんと。インサイド打った。ファールボール。抜前のランナーを抜いたらアウトだっけ。抜いた人がアウトになるんだっけ。スライダーに送ってストライク。真ん中落ちました。ああもったいない。シェルザー取りました。ツーアウト。よし。俺このパワーメジャーやっててさ、いいなと思ったのがこの調子が勝手に上下するじゃん。それなんかいいなと思って。今のマイライフだとさ、キープできるじゃん。なんか今現実的なこと考えたらさ、キープできるに越したことないけど、できっこないじゃん。調子キープなんて1年間の間でさ、どっかで崩すじゃん。まあ、あとはいかにその調子がいい時間が長いかどうかって問題だと思うんだけど、ここはなんか リアルというか、勝手に調子悪い時も作ってくれるのはなんかいいなと思って。さあバッティングカウントから内角高めいっぱいストライク。ツーツーピッチから内角低めいっぱい。うわー入ったんじゃないよ。まあ入ったというんだったら入ったんでしょうけども、さあこのパワーメジャーからだっけ、その見た目変えれるようになったのって、なんかそんなコメントを前もらったような記憶があるようなないようななんだけど、どんなゲームでもそうだけどさ、見た目をカスタマイズできるってだけでゲームって面白いよね。なんか最近の RPG とかもさ、こう装備を変えたら見た目変わったりするじゃない。それだけで楽しかったりするよね。ニコルちゃんデートしないかい。今ニコルと仲良くなった。これ50ぐらいいってない？いってねえな。なんか誰かとデートしてえな。いやまあデートしようと思ったら、まあリサとかとはもうパッてできると思うんですけども、そうじゃないんだよね。そうじゃないんだよ、俺リサ好きじゃないからリサ好きじゃないから、もうニコルちゃんかシンシアちゃんとデートがしたいな。今日中にデートできるかってなったら、もう、ニコルちゃんしか可能性ないと思うんです。シンシアちゃんも無理でしょ、今日中には。デートしたいね。さあ2球目直球しました。ファールボール。今日はあれです、なんか中途半端に真ん中放ってくんな。真ん中落ちました。センター前に転がっていきました。ホームランしてホームランみたいなもんだ。リードナバッチ。なんかあれだな、オークリーいないと寂しいな。なんか俺今日あれだな、逆方向へのホームラン少ないんじゃないか。今の俺なら引っ張れる気がする。はい、久々にちょっと目標立てます。今日引っ張る方向にホームラン打ったら、あごめん、ヒットでいい、ヒットでいい。あまあ間のちの場合な、結構当たればホームランになっちゃうから、とりあえずヒット、引っ張ります。いやタイミングが悪くない。今のは確実に今の引っ張るタイミングだった。空振りから、見てて引っ張るか。さあ3球目直球打った。ファール。ストライク打った。うわ惜しいな。二遊間破った。センター前ヒット。いやなんかちょっと今日俺の引っ張り可能性あるぞ。満塁。ちょっとごめん、これは
無視していい引っ張り。初球って出た、伸びた、伸びていった。これ記録更新だべ。ホームラン、三塁ホームラン。まあ、このチャンスはね、もういつ巡ってくるか分かんないからやっていくべきだから。ホームラン、観客もスタンディングオベーションで祝福しています。最多記録更新しました。ちょっと今日引っ張ろう。あとそう、この後のイベントにもよるけど 2,3 試合は取ると思うんだよね。2試合かな。でもちょこちょこ進めないといつまで取っても終わんねえからな。俺はもう結構早々に終わらせたいとそれ思ってるから、このゲームは。やべえ、心折れそうだ。もうリサとデートしてもいいんじゃないかと思えてきたな。今だったらリサとデートして、今だったらね、リサとデートしてもこう可愛い一面を見れるんじゃないかというね、なんか謎のこう期待というかあるじゃん、あるんだ。だってハートいっぱいだよ。なんかすごい可愛い一面を見せてくるかもしんないじゃん、このメガネっ子。ちょっと可愛いな。お前は何が好きなんだい。なんか恋愛映画とか見てなんか涙流してしまいそうなタイプの女だよね。ということで映画鑑賞だ。つまんねえ女つまんねえ女だな。おい、そうじゃないだろう。こっちはね、借金背負ってる中ね、映画代払ってやってんだよ。もうちょっとなんかあるだろうや。ねえ。よし、引っ張るぞ。見てて、今日の俺は引っ張れる気がする。なんかね、試合後半の方がいいと思うんだよね。やっぱまだここね、130キロとかね、すぐ速い球投げてますから。オッケーどうよ、見た。俺が引っ張ったらバット折れっかんな。素晴らしい。うえい、楽しいぜ。見て見て見て、なんかここに来て俺急成長遂げた。めっちゃ引っ張るから今日の俺。初球はストライク、ワンストライクノーボール。やめろって、スライダーとかやめろって。さあ1球目空振りから変化球でダメだって。今俺はほぼ球見ないで打ってるってことバレるべ。まあこれはショートゴロのバイトだからやっとかなきゃいけないから。いやーすごいなー、引っ張ってるぜ。いやー楽しい、引っ張れるようになったよ、真ん中だったらね。いいわ、いい。だ全然球飛んでいかねえな、引っ張るとな。そういうゲームなんじゃねえか。とりあえずこれで俺が引っ張れるってことはもうね、証明できたから。あとは ここでもう長打ですよね、長打。あ、ちょっと待って、提供バットって何本もらってんだっけ。 15? まだ持ってる。電話しとかんと。別にいいんだけどさ、なんか貸してもらえるしいいんだけど。あ、あるね、大丈夫。ティアラちゃんとデートもいいかな。久々にエミリーちゃんの見に行きますか。あーやばい、かわいい、趣味にさせましょう。もうここも映画鑑賞、映画鑑賞行こう。もうリサとの違いってものをここ見せないといけん。クソみたいなもんだなクソだな、クソだな、世の中ダメだな。もうち
俺も野球一筋だわ。やっぱリサだな。やっぱリサだな。お、引っ張るの楽しいな。引っ張ってホームラン打ちたいな。おーら、ちょっと来たわ。俺ほんと多分真ん中だったら今打てるわ、今日の俺だったら。ね、すごくない？今日の俺すごくない？引っ張れるよ。この引っ張ることの難易度の高さよ。いけてる。次逆方向いくから。ほらね、完璧だな。今日調子いいわ。どんな方向へでもホームラン打てるもん俺今。じゃああとセンター方向ね。チェンジアップ見送ってボール、ノーストライク。真ん中来いよ。さあボールワンから。ボール、チェンジアップ外れました。真ん中来たらセンター方向にホームラン打ってやったら。そして3球目。ボール外れた。よっしゃい。3ボール。アウトサイド見送ってストライク。真ん中打った。届かないか。ねえ、すごくない？今日の俺やばくない？なんか自分でなんかすごいすごいと思ってますよ。チェンジアップ見送ってストライク、ワンストライクノーボール。じゃあ引っ張るか。そして2球目、インサイドコーナー空振り。135キロダメだ、反則だ。第3球は打った、これはいい当たりだ。ショート掴んだ。1塁へ送る。スリー。うん、ここでな、ここで引っ張れたら完璧だったんだけどな。逆転されてるじゃないか。初球はストレート打った、サード取った、ワンアウトです。俺のすごかった時のピークは過ぎたな。憧れ現役選手編。ああ、実在するメジャーリーガーを使えるってことか。イチロー選手がもう使えるってことか。いやー、いいわ。多分今までで一番綺麗な引っ張り方向へのホームランだったんじゃないかな。多分ね、ホームに帰ろうぜ。はーい。8月、あと1試合やって終わりますか。あまり進展はなかったですね。まあただあれだな、今日はいろんな女の子と話せたからまあ良かったし、引っ張りが意外とうまいというね。まあ真ん中しか打てないし、ほぼ勘で振るけど、いろんな条件が揃わないと俺の中で引っ張れないけども、それでも引っ張ったからね。真ん中打ちました。ここも引っ張りましょうか。さあ1球目ファウルから。ストレート打った、見ないよ。取りました。よし、300打点いきそうですね、このままだとね。ストレート打った、ぐんぐん伸びていく。ホームラン。あれ寄付金ってさ、何が一番高くなるんだろう。もう今更どうしようもないけど、ホームランのままでよかったのかな、打点にした方がよかったのかな。この数字だったらホームランの方が寄付金は増えるか。さあ1球目ストライクから。ボール、直球外れました。高め見送ってストライク。見事に打ってやるよ。低めの球打った。ヒットになった。ミート打ちにすればね、俺だってね、変化球ぐらい打てますよ。バシッと。ここでタイムを取りました。ジャイアンツピッチャーを変えてきます。サドラー今日2番手としてマウンドに上がります。フルスイング空振り。140キロその球俺が引っ張ってやるよ。空振りから。いだー、救急車、救急車。ああ、
これは選手を交代するようです。これは選手を交代するようです。いやー、今の俺のにやけた顔を見せたくてしょうがない。ジッターを投入してくるようです。怪我しちゃったもの。やめよう。だってもうすごい、もうやめときとしてはベストだろう。俺が引っ張ろうとすると怪我をするな。なんかできるのかな。いや、ちょっとこ俺ね、このねフリーの時間が何よりも好きな人だから、このゲームはちょっと、これはもう明日の一発目に撮っておきましょうか。ということで今日はここで終わりましょうか。はい、ということで、怪我してないね。もうその時だけか、その試合だけか。明日から普通にまた試合出れるのか。よし、終わりますか。まあ俺は意外と引っ張ってもうまいということが分かったでしょ。引っ張れますから、条件さえ揃えばね。球が遅い、球を真ん中に投げてくれる、俺の勘が当たる、この3つが揃えば引っ張れるから。この3つが揃えば引っ張れる。だからあんまり引っ張るの良くないね。俺が引っ張るとバット折れるか怪我するか、どっちかが待ってるから。はい、ということで、終わりましょうか。終わり。バイバイ。